手、はい、PK 打ってくださった選手も上手でしたし、はい、このキーパー陣も本気でやってますね。おかったですね。アウェーでこれだけの応援をしていただけるっていうのはもう本当に本当力になったなというか、はい、貸してもらいました力を。なんかめっちゃ声出し応援で力になりました。基本的に相手陣地でプレーする時間増やすね。まずはじっくり自分たちで、辛抱強く戦うで、もう最後はしっかり冷静にならして、ね、全員で守備するし全員で攻撃するし全員でつながる、我々らしい楽しく熱く心に響くゲームね。した中でこの間の浦和戦神戸戦含めてしっかり戦えるゲームできてるよね。それを今日もベレーザに対して示しながら新しい歴史作ろうや。もちろん OK 最高最高。じゃあもう惜しかったとかいい試合だったとかもういらないから、しっかり勝ってしっかり戦って全員で勝ち掴みに行きましょう。はい、行くぞ。やろう。日テレ東京ヴェルディベレーザ対サンフレッチェ広島レジーナ、両チーム選手の入場です。入り来るからね。いい、そこの入りだけ気をつけながら同じペースでギア上げていこう。 OK 勝てよ。最高。マミさんからこうそらしてくるかなっていう思ったんで、走ったら本当に来て、あとは自分で行こうと思ってそしたら決まったんで良かったです。前半はあんまりこう自分のプレーがなかなか出せてなかったんで、
まあ、後半は切り替えて自分のプレー出せるようにやってたんで、まあ、後半開始早々決めてこう自分の調子をこう戻すことができたんで良かったかなって思います。そうですね、まあ、思ったよりも、まあ、チームが勝っている状況で思ったよりも、まあ、冷静というか、まあ、やるべきことをちゃんとやろうということだけ考えたので緊張とかはあまりなかったです。まあ、とりあえず失点しないことだけを考えてもうセーフティーにやることだけを考えて、はい、プレーしました。泣きそう。もちろんここからだと思いますし、このままでは終われないので、まあ、チームも今勢いづいているので、そこに自分を乗っかっていけるように、はい、頑張りたいと思います。サポーターも多かったですね。多かったです。嬉しかったです。めっちゃ声援ありましたね。はい。本当に初めて自分の名前を呼んでくださる方がたくさんいたんで、はい、改めて応援してもらえている喜びを感じました。またアウェーで次も勝って、またクリスマスも勝てるようにみんなでいい準備していきたいと思います。今日の勝ちっていうところを土台として、積み上げていくだけだと思うんで、次もしっかり勝てるように頑張ります。